平坦な道ではない。坂道を登るのは誰しも苦しいのだ。耐え忍びの時は必ずやってくる。コーヒー入れるわね。あ、さき、おはよう。あ、ちょっとお弁当持ってきなさい。いらないよそんなもん。いらないって。今日ね、さきの好きな卵焼き入れといたのよ。いらないって。お母さんなんて大嫌い。お弁当なんていらない。本当に申し訳ございません。申し訳ございません。いいですか、お母さん、万引きは犯罪なんですよ。申し訳ございません。人生は試練の連続というけれど。じゃあ行ってくるよ。なぜだろう、私の人生は辛いことが重なって起きる。邪魔すんなよ。このままじゃ志望校落ちるの知ってんだろ。お母さんはただね。うぜえな、出てけよ。ありますよね、人生の中で問題が次々と重なり起きること。でも神様はその人に背負えない荷物は与えません。もう耐えられない、なぜこんなに辛いことばかりが。そんな時こそ少し引いた目で自分を見てみるのです。さあ、その本を開いてみましょう。そこには必ずヒントがあるはず。